ぱり負けられないですよね。そうですね。もう一つ最後の方まで競泳で、はいはい、今まで結構ガッツリ油断させておいてる、普段見ておいて楽しくに来させますよね。水野選手の攻撃です。はい、水野攻撃です。守って、あとは攻めるという形で、はい、お、取った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 ぞ。おー、変わりましたね。まだ分かりません。分かりませんからね、はい、今敗者復活には上原選手がいるのでね、はい、やはりあの一人が攻めていきたい。あと30秒を切っております。あ、お、惜しい、惜しい。今のは本当に残すところ5秒で逆転したりもできましたからね。そうですね、ありますね、はい、あ、うまい。あ、あ、あ、失わないですね。あ、食べて、食べて、食べて。ないですね。ナムちゃん、チャンス、ナムちゃん、チャンス。これ同時になった場合ですね、もう一度、はい、あの一からこう見つかんでて、サドンデスで先に1本倒さなくて、サドンデスの、あの、あと3秒です、はい、残りワンチャンスですかね、これは、はい、はい、おお、意地を見せましたね、はい、はい、何の意地でしょうか。やっぱ出し付けなかった意地なんじゃないでしょうか。それではサドンデスです、はい、これはやっぱり体力残しておくときにも、はい、決めていきたい、決めていきたい、やいや、実家のお母さんから留守電が入ってて、はい、お母さんの声聞いて、はい、エネルギーもらいました。なるほど。はい、始まりました。はい、感じですね。おお、カウンターでシュートが冷たい、はい、おお、ちょっと気をつけないと高い方にはね、ミオ選手は得意なんでね、はい、浮いたボールとかも、はい、ちょっとちらっと今本を確認しましたね、はい、インプレーしましたね、はい、おお、一発が力強いインプレーでしたね、今ありましたね、それは力強い、
出演ということもありますけども、ありますからね、まあそれは力強いガチガチだけど、あら今なんでね、いいトレーニングなんで、はい、中央が変わった、ミオ選手いけるかいけるか、あと3秒、ワンプレーですかね、あとワンプレーですかね、ちょっとここは大事に時間を使ってもらいたい、そうですね、あと1周、もう一回あの赤色のでっかいやつ、はい、なるほど、また